ドド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 今日はもう、そうですね、整地しちゃってもいいかなと思うので、拠点にしようかなと思ってる場所をちょっと決めて整地しちゃいましょうか。マブさん的にはどこがいいと思います？どこでもいいと思いますよ。どこでもいいと思うわ、そうか、じゃあそうですね、ここかな、やっぱり。だからこの辺を平らに。シャイと私は思う。夜です、寝ましょう。雨か、あ、雨ですね。雨でも農作業。まあちょっと濡れちゃって体力の回復が遅いだけなので。はい、しぶてえなこの岩本当だ、しぶてえ。まだある、まだある。パワーボム、パワーボム。あ、終わったかな。なんか敵来たね。え、本当だ。ゆっくりと、あ、ゆっくりとこちらに近づく影が、影が一つ。ちょっと避けないで。おらおら、いねえ。あ、壊れた。削りすぎちゃった。直す。あ、じゃあここに作業台作っときますね。はーい。そういえば柱とかをちゃんと設置しないと崩れるって本当？本当です。マジっすか。ところで建材の中に柱がなかったような気がしたんですけど、気のせいか。気のせいです。あります。あります、あります。あ、これか、木の棒、これのこと柱って。で、それでん、さっきも言ったように、うんうんうん、建材の種類を増やすために、うん、もう一回森に行きましょうっていう話です。なるほど。はい、これで、はい、修理ができるようになったので修理してください。ここでどこにいます？あ、そっち、あ、ここ小屋だそれにしてもなんか霧かな、もやんかかってて平らなのかどうかもわからないんだけど。そうなんですよ、天気が悪いことの欠点は何もわかんなくなるんですよ。でしょうね。なんでこのゲーム夜通し作業しててもいいんですけど、うん、やっぱりさっきも言ったように平らかどうかわかんなくなっちゃうんで。だよね。草原は比較的夜になっても敵に襲われたりっていうことはないんですけど、うん、まあ比較的ってやつですけどね。ああ、比較的なんだ、うん、絶対ってわけではない。あ、いや、襲われます、襲われるんですけど、うん、黒い森みたいになんかもうどちゃどちゃってきて、ああって感じにはならないです。なるほどね。あ、マフィさん、うん、マッターレにする方法は分かったかもしれないです。はい、自分を中心に円を描くようにならしていけば平らになってきます。自分がいるところが、うん、自分がいる地面の高さが基準になるんですよ、うんうんうん、自分がいる立ってるところが。だからこうなんて言うんだろう、そこ重心に高くしたかったら、高くしたかったらちょっと高いところに移動してあげて、うん、なるほど。そんな感じにすると、うん、まあ高さは統一できます。僕はこれ好きかもしれないですね。ハマった。これずっとこれやってられるよ。ああ、だからこのゲームめちゃくちゃ私ハマってるんですよ。なるほど。虫になって整地ができるかな。もうめっちゃ、いや、整地も楽しいし、アイテム集めも楽しいし、うん、みたいな。ああ、神ゲーですね。そうなんですよ、だからめちゃくちゃハマっている。珍しいですよね、皆さんよりちょっと情報の知っているゲームをやっているって。確かに、だいたい僕が教えたり他の人が教えたりしますもんね。そうこれもしかしてもう夜？夜です。だよね、寝ましょう。いや、朝になってみるとちょっと真っ平らってわけじゃないな。そうで、このゲームの一番難しいところは、うん、その平らを作るのが難しいんですよ。だよね。じゃあ黒い森行きましょうか、お日様出てるし。 OK OK、敵だー、敵だー、逃げろー。あ、黒い森です、ここ黒い森です。で、隊長、はい、何でしょう皆さん。
木の種類今まで買ってたのもみだったと思うんですけど、はい、もみだった、はい、あ、種類が違うんですねこれ。ブナ、ブナかで、もみの木とか、うん、カシの木とか、あとそう松があるんですよ。なるほど、松気になりません？なんか気になるね。ちょっと買ってみるか。あ、後ろ後ろ後ろ、敵敵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 なんで一回向こうに倒れたやん。一回こっちに戻ってくるだし。敵ねえ。それでは聞いてください。なんでしょう、まあ、いいトロルもいます。お、頑張って。あれ夜のはずでは。頑張って。いや、私もちょっと聞いた話と違うなって思いながら、あれ今熱心にしてます。あの、たす、たす、あの、死んだ地点から話しておくので、はい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 、ちょっと、うまくこっちに来てくれませんか。そして、カルノを助けてくれませんか。今そちらに向かってますので、はい、少々お待ちください。ん、やっといて。やっといて。無理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 。さっきの倒木、うん、絶対なんか意図的なんだけど、倒れ方。なんか僕の頭が狙われていた気がするよ。間一発避けたもん。あ、体調の方倒れたな、大丈夫だなと思って。大丈夫じゃねえわ。みんな、のんきに喋ってないで、こっちにしてください。行ってる行ってる、そっち行ってるから。今そっち向かってるから。あれ、体調死んでる。あれ、いや、え、死んでるけど。え、あれ、あの、死んでますけど、何か。ゲチュ、回収、切る、切る。平らで見やすいところに行きたい。あ、来た来た来た、ありがとうございます。ちょ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 、タゲ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 、タゲ来てる、タゲ。待って、お待たせいたしました。ケトロー、あ、逆だった。逆だった。あ、おりますね、トロールさん。多分、任せてください。大丈夫です。あ、やべえ。うなじを狙い。いや、でもお願いがある。はい。私に弓を分けてくれんかの矢を。私に矢を分けてくれんかの、なくなっちゃった。この辺に転がってるはず。あ、ありがとう。40発しかない。俺戦える。やばい、誰か撃ってる撃ってる撃ってる。やってます、やってます、やってます。もちもち、あと1つ、あと1つ、あと1つ。よし、オッケー。よし、来た。おい、昼間に出るんだ。頭落としたね。さあ、気を取り直して気を切ります。待つ、借りましょうか。そんなことあるのか。気を取り直して気を切りましょう。ちょっとそこの位置だと僕の頭に当たる。待って、死んじゃう。また狙ってるな、それ絶対狙ってるな。狙わないですよ、大丈夫ですよ。新しい木材、新しい木材、押しつぶされたりしない。大丈夫、これ切っていいですか。やめろ、死ぬ。あ、敵敵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 。あ、星付き、星付き、星付き。お、新しいものアンロック。はい、ということで、はいはい、木の神という新しく手に入れたので、はいはいはい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。私は自分のワールドの時にこの松の存在を知らなくて、うん、立派な建築を苦労して建てた後に、うん、松を手に入れたので大変でした。なるほど。松が木材の中では最高？いや、そんなことないです。あ、そうなんだ。で、最高とかっていうわけではなくて、それぞれの種類にそれぞれの役割があるので。あー、なるほど。形が違うとかそういうこと？まあ、イメージとしてはそんな感じですね。ほう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 。少なくとも今まで拾ってた普通の木よりは全然、うん、あの強度が違うというか、まあ、強度が違うんですね。ので大きな建物を建てたい時には必須です。了解しました。あ、そう、重量オーバー。重量オーバーかもしれないですね。重量オーバーですね。はい、じゃあ帰りましょうか。どうしようこれ。どうしよう。石捨てる。あ、まあ石捨ててっちゃってもいいですし、OK、まあ普通に私は帰ります。帰る。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter でいろんな情報を発信していますので、そちらのフォローもぜひお願いします。あと、何自作で LINE スタンプも作ってますので、よかったらぜひ使ってみてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。噛んだ。